今日の御言葉、マタイの福音書6章27節から30節。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。私たちは常に心配しがちです。私たちは行動をもってその心配を埋めようとします。しかし行動では私たちの心配を完全に埋めることはできません。野に咲く花はあんなにも綺麗に咲いているのにもかかわらず、野の花は働きも紡ぎもしません。何の心配もしていません。野の花さえ神様がそのように育ててくださるのですから、私たち人間はもっと良いもので満たされるに違いありません。私たちは神様だけを見上げて心配することをやめて信仰を持って人生を歩んでいきたいと思います。 All for Jesus!